メリーナから得た情報を作成した地図に書き込んでみると、我々がこの世界に飛ばされてきた場所は儀式の山、その頂にあるのが異界の門と呼ばれる場所で、10本の石柱がまるでストーンヘンジのように円形状に立っていて、その門は別の世界につながっているらしいのだが、門を開く方法は遥か昔に失われてしまったという。人を襲うモンスターは異形と呼ばれ、死骸や岩、金属など生きていない無生物から生まれる。はじめメリーナは我々も異形の一種だと思ったそうだが、モンスター扱いされるのは侵害なので、それは否定しておいた。異形はミドガルドにとって古くからの脅威だったので、古代のエルフの王があの巨大な壁を築いて隔離したという。異形には多種多様な形態があって、壁を建てたところで防ぎきれなかったらしい。3ヶ月前に伝説のドラゴンが現れて以降、異形による被害は増加の一途だという。我々三崎森レンジャー部がこの世界に飛ばされたのもそのドラゴンの影響かもしれない。我々がこの世界に飛ばされてくる前の話らしいが、儀式の山から轟音が鳴り響いたとメリーナが話してくれた。名前通りに山で何かしらの儀式が行われたと推測すると、この世界の魔法使いが関係しているはずだと私は思う。元の世界に帰還するためにも、魔法使いたちの居城である城塞に向かい、何らかの手がかりを得たいところだ。伝説のドラゴンか、怖いけど見てみたい気もしますね。まったく、あやったら君子危うきに近寄らずよ。私は全く見たくもないわ。月よ、そんなこと言ってもワクワクしないって言ったら嘘になるだろ。あのお城には冒険とロマンが満ちている。最深部にはボスとしてドラゴンが待ち構えているのだぞい。まあライフルのスコープ越しに遠くから覗く程度なら見てあげてもいいけど。ドラゴンと魔法使い、何かしら関係しているのでしょうか。わからない、まだ情報が不足しているので何とも言えない状態だ。ふにゃー、異世界に来ただけでも大変なのに、もう頭がパンクしちゃいそうだよ。まあ難しいことは今から会いに行く魔法使いに聞きましょう。そろそろ目的地に着くわ。モンスターの匂いがするみゃ。この付近にモンスターが潜んでいるみゃ。しっかり準備をしてから行動を開始した方がいいみゃ。もう何でもやっちゃうみゃ。指定ポイントに向かうぞ。やるみゃ。限られた時間内で任務を完成する。you
めるようになったみたいだな。指定ポイントに到着。任務成功だ。やったみゃ。ダメージを受けずに任務完了みゃ。とってもいい感じみゃ。何かいいことでもあったみゃ。みゃ、強くなっちゃったみゃ。出しすぎだよ。あと、地味なのも悪くな、少しはお金の足しになったかな。やったみゃ。モンスターを倒したみゃ。ふう、なかなか手強い相手だったな。あんな怪物を倒せるようになったなんて、みんな本当に腕を上げたわね。ふにゃ、なるべくなら二度と戦いたくない相手だよ。怖かった。でもドラゴンはこれ以上の強さなんだろうな。あやちゃん大丈夫ですよ。私たちならきっと勝てます。そうかな。そうだといいな。あれ、メリーナちゃんどうかしたの？みゃ、倒したモンスターがなんか落としている。みゃみゃみゃ、このヘンテコなのは卵みゃ。生まれてこの方、こんなものは見たことがないみゃ。おいおい、ボロボロで随分と年季が入ってるな。中身は腐ってるか、そもそも飾りか何かじゃないのか。大丈夫じゃないかな。ユリナ、この卵で何か美味しいもの作ってよ。これなら大きなオムレツが焼けそうだね。まさか食べる気なんですか。ふにゃ、なんかお腹が空いてきちゃった。メリーナもこの卵食べてみたいみゃん。こちらの世界の卵がどうなっているのか気にならないと言ったら嘘になりますけれども、やりますか。それに見た目がね。で、料理するの？やめなさい。アキの言う通り飾りにしか見えないわ。もはや化石と言ってもいいくらいだし。確実にお腹壊すと思います。みな、城の中を探索する目的を忘れていないか。我々は危機的状況にいるのだぞ。気を抜いている暇はない。先に進むぞ。卵は捨て、いや、一応回収しておくとしよう。え、ミナギ食べるつもりなの？よし、どの任務に出撃しようかな。